2月6日 NHK の音楽番組「歌コン」に小室哲哉が登場したこれは1月19日の引退発表後の初めてのテレビ出演だった小室は朝倉大輔とのユニットに歌手のベバルリが参加したパンドラヒートベバルリで生演奏を披露引退については直接語らなかったがパフォーマンスを終えるとすごく楽しかったありがとうございましたと感慨深げに語った この放送を見ていた視聴者からは、やっぱり、小室サウンドは私の青春だわ、涙が出ちゃった。引退してほしくないな、この曲いい。才能は枯れてないと思うなど、小室の引退を惜しむ声が相次いだ。ただ、あれ引退したんじゃなかったの引退するする詐欺など引退したはずの小室の姿に違和感を覚える人もいたようだ。小室さんは 受けている仕事は全うすると引退会見で語っていますこのユニットでの出演は以前から決まっていたことだしまだ受けている仕事もあるただ以前はツイッターで仕事についてつぶやいていたのが引退会見以降は更新はなし約束した仕事はするとしても完全に引っ込んでしまった印象はあります演奏している小室さんは元気がないように見えました 不定が疑われた相手が心の拠りどころだったとしたら、今は残された仕事が支えでしょうか。しかし、仕事が完全に終わったとき、小室さんは何を頼りにするのでしょうか。エンタメシライター。小室サウンドを愛し、支えられたファンはたくさんいる。仕事が一段落したら、ゆっくり休憩し、いつかまた元気な姿を見せてほしい。笠松和美。